一人の男が殺人犯に仕立てられた。人は化石の町に住み、愛のかけらを探して時の魔術師に騙されて。化石の荒野、1000万金塊探しキーワード。化石の荒野の主題歌を歌うことになり、この日は発表会を開きました。愛のかけらを探している時の魔術師に騙されて心を。30歳で初めて本当の歌が歌えると思っていたという彼女は今年で30歳。以前から映画の主題歌は歌いたかったそうで、このチャンスを最大限に生かしたいと張り切っています。